それでは、クトゥルフ神話 TRPG 505号室、始めていきたいと思います。では、最初に導入の方から入っていきたいんですが、お三方の誰か一人に、マンションを借りていただきたいですが、誰にいたしましょうか。秋山さんでいいんじゃないですか。マンション借りれる年じゃないしな。僕でもそうですし。まあそんな感じで。そんな感じで。秋山が借りました。はい。じゃあ、借りる動機をちょっと決めていただきたいんですが、はい、これからまあ借りる、マンション、大のぶりマンションなんですけど、あなたは家賃が安いからという理由でここを借りるのと、もしくはそのオカルトにまつわる噂が気になってここを借りるっていう、まあ大体2つの理由があるんですけど、どちらになるでしょうか。激安だったからですね。激安だった。では家賃が非常に安いということに惹かれた秋山は大のぼりマンションの505号室を借りました。そして数日が経った頃、あなたの友人である2人があなたの部屋に遊びに来ました。ピンポーン。ピンポーン。秋山さん。誰だ。秋山さん。ガチャ、お前たちか。まあ入る。秋山さん、お久しぶりです。子供たちの伊保勇樹くんを連れてきました。よろしくお願いします。で、お前たち手伝ってくれ。な、何をですか。引っ越しの準備だよ。わからないのか。え、ボロントさん、また引っ越しをするんですか。ああ、いや、まだ終わってないんだ、引っ越しの準備が。終わってないのか。引っ越しの準備ってそれ準備違うだろ。引っ越しの準備が、よ、よぎくん。夜逃げレベルの速さじゃないか。今、この部屋に引っ越してきたんだ。ああ、なるほど。自覚しろよ。状況はこの瞬間から劇的に変わったんだ。二ほどきって言えばいいんじゃないかな。あまり変わってないように見えるけど。そうとも言う。ダメじゃないか。とりあえず手伝ってくれ。まあ立ち話してもなんだしね。早く入ろうよ。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。まあゆっくりしていってくれ。はい。ゆっくりするんじゃなくないの、今は。はい。じゃあ、まあ午後ぐらいからお三方揃って二ほどきを、まあバタバタとした感じで、夕食の時間に、まあ、午後6時頃でしょうか。見えるぞ、僕にも家具の位置が。こんな感じの部屋に泊まってます。うん、これが俺の部屋だ。結構物とか置いてないんだね。金がない。秋山さん、やっぱりちゃんとチートとか使わないでゲームしてくれればもっとすごいことができたのに。何を言っている。あれは成功法だ。いいか、この部屋を支配しているのはこの俺だ。そうだけど。秋山さん。断言する。秋山さん。このゲーム、俺の勝ちだ。いつ始まったの、ゲーム。謎だよ。そうこうしていると、夜になりました。夜になっちゃったよ。お前たち外を見ろ。夜だ。本当だ。ブラック。楽しい時間は過ぎるのが早いな。景色がブラック。楽しかったっけ。楽しいだろうが。そういえば、すごい腕が疲れた。
秋山さん、引っ越しの準備もできたところで、このユーギくん面白いゲームをしてるんですよ。なんだ。で、ユーギくん教えてあげてよ。僕も最近教えてもらったんですけど。デュエルモンスターズって言うんだ。うん、いいよ。なんだそのゲームは。聞いたことがない。世界で一番売られてるゲームだよ。聞いたことがない。デュエルモンスターズなら知っているが。あ、違う。それだよ。デュエルモンスターズ。間違えた。秋山さんが言いたいのは、デュエルマスターズの方じゃないかな。その通りだ。デュエルマスターズはやつ、よくわかんないな。ヨヒ君は知ってるの。よくわかってた。いや、何それ。何これ。いい直すね。とりあえず、まあ、やってみようよ。だから、やらない。ルールを教えてくれ。じゃあ、僕とユーギ君のデュエルを一回見てから教わってくれ。ルールを守って楽しくデュエル。アムロ、行きまーす。楽しくデュエル。ドロー、僕はガンダムを召喚。何これ、そのタイプのモンスターじゃない。そして僕はサイドセブンを発動、フィールド魔法。これによりフィールドが宇宙空間になる。これにより起動ガンダム特殊の効果、通常の5倍以上のスピードになる。僕はこれでターンド。一体何ゲインなんだ。すごい、ね、通常の攻撃5倍以上のゲインだ。なんだこのカード、意味不明のカードが4枚。よし、僕のターン、ドロー。あ、封印されし者エクゾディアの効果を発動。僕の勝ちだ。おやちにだって負けたことないのに。大体わかった。次は俺の、次は俺が相手だ。秋山さん、どっちと戦うんだい？もちろん、勇気、お前だ。あ、いいんだ、ね。気に入られたみたいだね。ああ。じゃあ、秋山さん。俺はプロゲーマーだ。僕の家のゲームショップから持ってきた、あんまし売られてないカードとか、ちょっと、おじいちゃんのカードとか持ってきたから、こっから選ぶといいよ。なんだこのカード。ブルーアイズホワイトドラゴン。強そうだ。それは世界に4枚しかないと売れるレアカードだよ。なんだって。つまり最強ということか。いいカードを引いたね。じゃあデュエルだ。デュエル開始。まだ1枚しか選んでないけど、大丈夫かい？適当に40枚よこせ。ちょっと見せてくれないかな。何をだ。今、秋山さんが、適当に取った40枚をさ。ああ、構わないぞ。見てくれ。ペラペラ。何これ。全部戦闘タイプのモンスターじゃない。まあ、これで戦ってる人もいるから別にいいんだけどね。じゃあ、デュエル開始の宣言をするよ。デュエル開始！いっその。よし。楽しくデュエル。ケースデュエルを使います。なんで僕の時使わなかったの、経験者。あ、知ったのかよ。こいつ、動かないぞ。こいつ、動かないぞ。遊戯、断言する。このデュエル、俺の勝ちだ。なんだって。俺のターン、ドロー、5枚ぐらい引きます。これでどうやって戦えばいいんだ。俺の手札の数が見える。あなただけだ、遊戯くん。ルール違反。これは、エクゾリアの巨神。このゲーム、僕も聞いたことがないカードだ。間違いない。エクゾリアの巨神兵最強カードだ。今、秋山さんの手元にある1枚しかこの世界にない最強究極のカードだよ。今作ったじゃないの。
それ5枚5枚あったよ。5枚。今多分秋山さんが5枚想像したんだよ。すごい、最近の遊戯王並みのチートキャラだ。俺の勝ちだ。負けた。ドローカードも想像するってこういうことなんだ、ね、ゆうきくん。こっちとらまだ1枚もカードドローしないのに。お前の負けだ。じゃあやっぱり秋山さんは最高だ。はい、そうするとですね、突如、テレビが点滅し始めます。あれ、あ、誰かこれ、だキャラクターは秋山ブロント26歳。職業はプロゲーマーです。効率と勝ちにこだわりすぎる考え方が災いし、ゲームシステムの穴をついた戦法や果ては相手プレイヤーを直接攻撃するなどの行為を行った結果、業界から非難され引退を余儀なくされた。重度のゲーム脳であり、リアルの出来事であっても何でもゲームのように考えている。さらに先ほどのように効率中か勝利中であることから、現実でも、論理観よりも効率重視で行動しようする。要するにワマンチのようなやつである。口癖はこのゲームには必勝法がある。ステータス、STR13、コン9、パウ16、デックス7、APP15、サイズ13、イント16、エイド18。技能は、必勝法を見つけるための目星が80。ルールを聞き逃さないための聞き耳が60。やばいことした後に、こっそり離脱するための隠れるが20。と、忍び歩きが30。卑怯な手を使った後に成功法だと相手を言いくるめるための言いくるめが80。もうプロゲーマーを追放されていて、ちょっとお金がないので値切りが30。ゲームを改造して チートとかも使ったことがあるのでコンピューターが51。相手の戦法を見抜きます。心理学が85。一応れっきとしたプロゲーマーだったので芸術ゲームが70。あと戦闘技能として、パンチングマシンで100とか普通に出すので拳が85。リアルではモンクタイプ、マーシャルアーツが86。以上です。はい。結構戦闘とか、まあ、戦闘タイプの無敵のキャラクターですね。無敵ぶりを発揮してもらいましょう。キーパーは電話が務めさせていただきます。では、最初に導入の方から。